ず問題点は先ほどあのブータさんの方から詳しくご説明があったり、あるの方から細かくしましたけれども、今一番反対していらっしゃる住民の方たち、あるいは第三者的に見て大きく問題があるのが、まあ、この4つぐらい。一つは事業を進めたい市役所が情報操作に押していて、その市民の世論を誘導しようとしている。これは大切必要で、みんなが賛成しているんです。それはあの本来やるべき社会調査の手を出していない、さっき森田さんからご説明がありましたけど、根拠のない数値で世論誘導しているということはまずとんでもなく許せないでしょう。2つ目に、反対していらっしゃる住民の方は最初からいるにもかかわらず、その方々を排除した形の説明会を開くといったような不公正な手続きで進められようとしているということは、北朝鮮でもあるまいし、そういうことがまかり通るというのは川越市としてはとって、あの民主主義の世の中で看過できないでしょうということがあります。まあ、プロセスが全くあの正当性がない。で、3つ目に、この事業は一体いくらかかるのか。あの聞いたところ、普通の農地の売買であれば一旦あたり400万ぐらいであるのに1600万ぐらいのお金を積まれている。そういう先ほどあの訴訟のところでもありましたけど、本来ないほどのお金を積んでまでこれをやる必要性があるからといって、財政が本当に豊かで湯水のようにお金があって余裕でそれを買える状況だったらまだしもですけど、川越市の財政がそれほど豊かとも思いませんので、そういう状況の中で無駄に支出をして、あの12兆ローン作るっていう話なんですけど、1兆、4000万ぐらいするということもあって、まあ、土地を購入し造成し建物を建てて、あの外から見えないように緑を生むとかいろいろやってますけれども、そういうものを全て含めて、まあ、50億と見込んでいるようなんですけど、それについても具体的には議会などでそれだけの巨額のお金を使うことについての審議がまともに行われてないんじゃないか。これはまあ公共事業としてお金を使うのは仕方がないにしても、不透明性がそのままあの言ってしまうのはまずいでしょう。で、最後の4番目はやはりこの基本構想で立地まで決めてしまって、どういう設備か細かく決めているのはものすごくおかしいんですけども、この中で自分たちが決めた基準で住宅地からは500メートル以上離すこととか、その施設が周辺住民とか施設に対して環境影響を与えないことって書いてあるにもかかわらず、周辺には高齢者の施設があり、住宅で前からお住まいの方がいるのにそこは無視してもいいというのは非常に合理性がない。で、この4つぐらいが、まあ、第三者的に見てももちろんお住まいの方、森田さんを含めて納得できないことで、これらのことがいずれも手続き上おかしいということなので、最初からやり直すべきでしょう。で、まあ、ここでその下の方にはあの再検討ということで書いてあるんですが、結局、まあ、事業を進めようとする市役所と、住民の一部の反対していらっしゃる方たちとの間の信頼関係は全く壊されていると。長い間あの何回も嘘をつかれたり、申し入れをしてもちゃんとそれを受けてもらえないとか、約束しているのに即用に旅行へ来るとかといったことで信頼関係が全く損なわれています。で、こういう施設っていうのはどこに持って行っても周辺の方は必ず反対するので、なかなか総論賛成でも各論に行くとどっかを決めれば必ず反対の方が出てしまうということだけれども、全員市民の方が使う施設であるということであればあるほど、最初から代替案を空いているその焼却炉の跡地でもいいんですけども、そういうものをオープンにした形で、どこがどういうふうにプラスマイナスあるのかとか、お金はどこがどういうふうにかかるのか、どっちだったらもっと安くできるのかとか、ちょっと距離は遠いけれども周りが遮蔽されていて近くの方にもあんまり迷惑かからない、いろんな観点から検討ができるので、まあここに書いてあることです。もう一度あの細かく分けて、構想段階のところから市民参加あるいは第三者の参加を得ながら議論を進め直すということが必要で、一回これは白紙に戻さざるを得ないんじゃないかというふうに思います。そうでないと、ただでさえその迷惑施設、あんまりそのイメージ的に良くない施設を強引に持ってくると、地価が下がるっていう経済的なマイナスだけではなくて、そこにいらっしゃる方の、まあ、
気分も悪いですし、そこにずっとそんなに簡単に家は引っ越せばいいというものではありません。お金をかけてそこに土地を買いを建てているわけですから、そういう方たち の, あの不利益というのをやっぱり考えてあげないと、市の行政のやることとしては到底納得できないだろうということで、まあ、元に戻す以外には道がないとかなっている感じです。はい、あ、どうもありがとうございました。いろいろあの問題点が非常に明確に、あの具体的に、説明していただいて、あの大変参考になりました。ありがとうございました。